なんで？あ、それはちょっと困るので。いや、明らかにね。切れてんのよ。やばいよね。え、どうしよう。なんかさ、つけないと真っ暗な、真っ暗じゃないけど、まあ、暗いんですよ、もちろん。暗くてちょっと目に光が入らない人種なのでちょっと困ってる。なぜだ。いけたかも。接触が悪いということで少し困りますが、あ、消えましたね。なぜ困っちゃうんだけど。やばいやばい、めっちゃさ流れてたコメント全部。いや、なんか元からねちょっと壊れかけてたんですけど、まだいけると思ってた、私はまだいけると思ってたんですけど、ちょっと無理かもしれないこいつ。あ、根元がダメなのかな。これの根元さ、私はここにないんですよね。もう一個はないんだよね。タイプ C しかない。それはちょっと困るので、ちょっと待ってくださいね。これがどうにかな。ちょっと上からもできていいですか。ちょっと部屋じゃない場所から持ってきますね、自分も。絵の方がいいよね。なんかさ、もう一個あったんだけど、どっか行ったんだよね前。どっか、あ、そう、あれだ、なんかね、なんかの時に外に持ってったんですよ。そっから戻してないからかな。ちょっと取ってきます。ちょっと取ってこようかななんて思っておりますけど、いいでしょうか。めっちゃさ、袋置いてある。ちょっとメイクポーチをさ、ここにめっちゃ置いてるから困りますね。行ってきていいでしょうか。ちょっと取ってきます。行きますわ。ちょっと待って、このよいしょ。じゃあちょっと待っててください。よいしょ。めっちゃさ、あの、私のドアにめっちゃ服かかってるんですけど、まあ、とりあえず持ってきました。これでいけるかな。これではいけたんですよ。あ、いけるわ多分。あ、全然余裕だ。あ、コンセントじゃなくて根元が悪いね。 OK。 めっちゃなんかさ、自分宛に自分から手紙届いててさ、めっちゃびっくりした。ほらほらとか言って。これ多分あれだよね、二十歳になるから、何、いつかの自分が書いたやつさ、学校とかで書いたやつだよ。まあそれは開けませんけど、こんなところでは。待って、ちょっと本当にね、何も読んでなくてごめんなさい。
ありがとうございます皆様、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。読みません。自分への手紙とか怖いんだけど。何してますかとか書いてそうじゃん、私書いてそうじゃんか。まあ自分で読みます。まださ、10年後の自分へとか嫌だ。ちょっと誰、友達にも届いたか聞こう。よいしょ。アイドルしてますとかさ、そんな想像したことなかったわ。そんな予定でもなかったからな。不思議なんて存在してた。今日さ、静電気すごすぎてさ、なんか静電気防止みたいなあんじゃん。静電気防止の櫛買いました。あ、これじゃないんですけどね。あと何、ヘアゴムみたいなあんじゃん。あれを書きました。見事に、見事にじゃないか。さて、お礼配信、そう、俺たちはあのずっとドボンのお礼配信しようかと思ってたんですよ。でしようと思ってたからずっとやりたかったんですけど、ちょっと待って、かわいい、これかわいい、でお礼配信しようと思って、今ね、ここまず今日は全然ね、ショールームも今日っていうか今月か、全然してなかったので、そう、さて、そう、マジショールーム全然本当にしてなくてびっくりしちゃった、自分も。ちょっと待って、月の最初と、あのね、明日は、まあ、頑張ればしたいんですけど、ちょっとね、したいですよ、もちろん。ありがとうございます。で、俺配信しようと思ったんだけど、ちょっとどうしようかな。100枚って結構多いよね。待って、ちょっと待ってね、思い出してしまった。待って、ちょっと待ってね。はい、オッケー、多分オッケー。お姉さん帰ってきたので、ちょっと言い忘れてた、やってること。そうで、あ、音は出してないです。あ、もう復帰させた。あ、待ってね、間違えた、超間違えた、焦るね。今日はちょっとお洋服を上から持ってきたので感じです。で、お礼配信をしましょう。しますね、大丈夫です。大掃除をね、これからするんですよ、私。で、していいですか、本当にしていいでしょうか。まあいいか、大掃除します。最後にカラオケしようかな、暇だから。まあまあまあ
忙しかったのでね、しょうがない。なんかさ、言った方がいいのかな、言わなくて大丈夫かな。とりあえずね、めっちゃ書いたんですよ。何ね、この四角いメモに書いたので、ちょっと四角いメモに書いたのでやると思うんですけど、いいでしょうか。そんな感じでございます。売れ橋売れ橋見てる人いる。じゃあ読もう、とりあえず読んでいこう。でもさ、いっか、待って、ちょっとテロップを変えます。ドボン、お礼配信、あれ絵文字が出てこない、星でいいや。こんばんは。ドキドキ。100位からとりあえず50位ぐらいまで読むか。マジで、あの書いてる時に100枚ってこんなに多いんだと思ってびっくりした。なんかこの前違うのに書いてたら、思ったより紙が足りなくて、足りなかったんですよね。そうそう、足りなかったんですよ。さて、50位まで一気に読む。一気に読んだら長いかな。なんかさ、結構な量ですよ。まあいっか、とりあえず読めそうなところまで読もう。待って、全部白飛びしてるね。あ、いける、あ、いけないかな。白飛びしすぎている。まあ多分皆さん何位か忘れてると思うので、暗くしてもあんま分かんないかもしれない。読めないかなこれ。なんかさ、裏映ると思ってさ、ボールペンで書いちゃったんですよ。だからちょっと見えないかもしれない。これちょっと良くないかも。色付きじゃない。いけるかな、ギリ読める。100位、チャンドさん、ありがとうございます。100位見えないかな。あ、これならいけんじゃない？いけた。99位、サームさん、ありがとうございます。これさ、絶対さ2回に分けた方がいいやつじゃない？このノリだと明日の夜もできるから、明日でもいい気もするけど。モッチーさん、ありがとうございます。98位、ピロリンさん、ありがとうございます。読めるならよっけ。ねえねえ、これってなんて読むんだ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、読み方漢字じゃなくて、あの何、ローマ字数字だっけ。読めなかった、怪しい、怪しいので予習。あ、これ7ね。 OK。 97位、ザック MK7 さん、ありがとうございます。ローマ字数字だっけ、めっちゃ苦手なんですよね。3か4ぐらいまでならいけるんですけど、ローマ字数字は苦手ですね。96位、スノレバさん、ありがとうございます。あ、マーク7、あ、そういうこと。
なるほどね、理解しました。それが5なのは知ってますでもそのままちゃんと読んでもいいのかなみたいなね。95位スイカの種さん、ありがとうございます。さて次、早い、これ早くない？94位、ちゃんやさん、ありがとうございます。93位、はなちゃんまるさん、ありがとうございます。92位、マントメガネさん、ありがとうございます。これさ、まだ10位に10人も呼ばれてないからね、結構時間かかるかもしれない。91位、アルカさん、ありがとうございます。ね、ドボンライブみんな外れてません？悲しい、私も。ちなみに90位サイさん、ありがとうございます。89位 KNK さん、ありがとうございます。そう、逆に当たったって人もいるし、当たらないっていう人もいるし、ちょっと暖房つけよ。当日券ね、なさそうだよね、こんなに外れてる人いるもんね。89位読んだのか。88位 XYZ ぴょんぴょんさん、ありがとうございます。皆さん結構当たってなくて、でもまあしょうがないよなっていう日、会場がねいいとこなんですけど、スタンディングじゃないからさ、それより少ないじゃないですか、キャパ的に。だからね、どうしようもないんですけどね。はい、87位はるやさん、ありがとうございますうん、86位クマッチョさん、ありがとうございます。これ絶対私終わらないと思う。私だけ絶対2回に分けるべきだったね。85位あつきさん、ありがとうございます。84位神羅万象さん、ありがとうございます。終わるんかこれは。回りそうだけどね。83位加藤吉さん、ありがとうございます。よいしょ。82位ゆうきさん、ありがとうございます。81位ミースナさん、ミースナさん、ありがとうございます。こんばんは。80位レイブンさん、ありがとうございます。なるほど、10分弱で20人はいいペースなんだ。じゃあ分かった、残り、どうしよう。いや私的にはあとこんなに上がるから結構あるんですよ、結構あるんですよ。ちょっと待ってね、確認しよう。
分かった。9位から9位の方から10時15分とか時間決めとけばいいのか。どうしようかな、そうしようかなとか言って、まあとりあえず読んできますね。ああそうだよね、慣れてきた頃で終わるよね。79位、アガペーさん、ありがとうございます。78位、ユタポンアットマーク研究生さん、ありがとうございます。こんばんは。そうね、全然覚えてるわけないですよね。77位、エイチャさん、ありがとうございます。76位、ウィングキット香港さん、ありがとうございます。75位、ゆきかなさん、ありがとうございます。自分の順位覚えてます、さすが。74位、こもちんさん、ありがとうございます。73位、倉岡銀次郎さん、銀次郎さん、ありがとうございます。72位、ラー油さん、ありがとうございます。71位、福丹エリエリオさん、ありがとうございます。70位、ゆうやさん、ありがとうございます。あ、待った、今日メール送ってないことを思い出しました。やばいやばい、なんだね、今思い出した、体まだ大丈夫、まだ大丈夫ね、今思い出した、まだ大丈夫。あぶないですよ。私の気持ちでは送ってたつもりだった。まだ時間に余裕があるので、え、どうする、先にメール送るか、何これを終わらせちゃうか。いや、なんとも言えないよな、なんとも言えないよね。まあこれを先に50位ぐらいまで一回読みますね。いきます、70位まで読んだので。69位から。69位、あゆちゃん、ありがとうございます。68位、ニッシーさん、ありがとうございます。見えないかな、見えるかな、色変えたら見えるとか、そういうオチいけそう。67位、コブラさん、ありがとうございます。66位、アンコロモッチさん、ありがとうございます。明日公演ですよ。65位、マクフライさん、ありがとうございます。64位、あゆみさん、ありがとうございます。なんか部屋暗い気がする。63位、KK さん、ありがとうございます。62位、あれっきりこれっきりさん、ありがとうございます。61位、にゃんほぞさん、ありがとうございます。
次60位ザク1971さん、ありがとうございます。はい、59位チャイさん、ありがとうございます。はい、58位ゆきおさん、ありがとうございます。明日は普通のショールームをしたいって思ってます。もちろん持ってるんですけど、ちょっとあの公演合間にやろうと思ったんだけど、公演合間に元旦公演の練習したいなってなってる気持ち。確かにゆっくりの方がいい。ちょっとゆっくりします。焦ってきた時間にまあ時間もあるんでね。57位ゆびしさん、ありがとうございます。はい、56位タッチさん、ありがとうございます。よいしょ。55位ゆうすけお兄ちゃんさん、ありがとうございます。そう、明日から3日連続劇場にいるので、皆さん1回ぐらいは、まあ、会えるでしょうということで、あの50位まで呼んだらメールしますってさっき言った気がする。気のせいか。54位なほさん、ありがとうございます。53位ぴょんきちさん、ありがとうございます。こんばんは。誰かスクショあげて、お友達いたら。52位のりぷんさん、ありがとうございます。51位キリアアオイさん、ありがとうございます。50位ザクシンパシーさん、ありがとうございます。さて50位まで読んだので一回これを剥がします。剥がせないかもしれない、これ全部剥がしたいんだけど。そんな高度なことある？あ、いけそういけそう。え、こんなに太い、見て、これ50枚の厚さ50枚の厚さとか言って。じゃあ一旦メールを送りたいと思います。まだ今50位まで読みました。しょ、何時に再開しようかな。メールでお礼配信することを言ってないことに今気づきました。反省してます、反省してます。そうね、あとは何だ。こんばんは、ありがとうございます。なんかさ、あの何、元旦の日ももちろんショールームしたいんですけど、あのね、公演があるんですよね。公園があって何時、朝何時かによるかも朝何時かにもよるし、あの私の曲の不安さ次第かも本当に。あ、私 大型です。めっちゃじゃないけどね、大型です。 B 型って初めて言われたかもまあ分かんないので、分かったら言います。どうせ誰かの年越し配信見てそうだから。ショールームしてます。ドファンの だからいや、マジで B 型1ミリも入ってない、本当に。これは本当に1ミリも入ってない。安い気質でもないけどね。載せる写真がないので、なぜか今写真を取り出そうという計画とか言って目の前で撮るんですけど、さて
これを乗っけます。いや B 型やとかじゃなくて、あの B 型は入ってないんです。なんかさ、わかる、あの親が B 型と O 型でとかだったらわかる。全然入ってないの。全然 A 型か O、 A か O ですね。そう、O 型なんですよね。そう、いや本当にね、私入ってないんですよ。いやだからどうしようっていうね。いやどうしようもってもないか。え、5分後に再開していいですか。ちょっとカスミンとさ、クロスさんに何書こうと思って、やっぱ別に書くことないじゃん。みっちゃんだからちょっとね、待ってます。そう、握手会ね、受付期間中なんで、だからそう、どうしよう。俺配信すること別に伝えてないです。普通にはお礼はしました。お礼したっていうか連絡はした。カスミンはどうせ明日会うのでね。そう、会うんですよ。だからそう、全然絶対忘れないでください。お申し込み期間が、まあ、1月9日とかなんですけど、あの1回後回しにしたら忘れちゃうじゃん人間って。私がそうなんですけど、なんか思い立ったらすぐ行動してください。お願いします。紫と水色ですよ。知らないんですか、知らないんですか。そう、多分みんなに、皆さんに会うのは、まあ、明日から3日間なんで。ポピンちゃん大型？え、わかんない。え、何型なんだろう、モカって。モカって何型？モカって何型ですか。ちょっと待って、あ、そう、忘れちゃった。あの、支払い忘れちゃうと大変なことになる可能性が結構ある。ゼロではないので、まあ、私は強くは言えませんけど、忘れないでいただけるとお互いにとってとてもとてもいいのではないのかななんて思ってます。おてちゃん王か、さすがに、さすがにってわけでもない。でも、え、王なのかな。え、なんか王のイメージなあんまりないかも。どこだっけ、これか。最近断捨離したかったんだけど、また全然戻ってきちゃった。私クリスマスの日学校行ってました。あとお友達とパーティーしてた。そんなパーティーってほどでもないけど、ただケーキ食べて桃鉄しただけっていう。あの本当にたわいもない集まりなんですけど。そう、
寿司？寿司は食べてない。なんかさ、公演が当たらない。私は出場校来月出ないので残念ながら。いや別にね、私ビジネスパートナーとか言ったけど、別にビジネスパートじゃなではない。え、公演外れた？なんで？みんな外れてるじゃん。なんで？それは多分皆さんが直近の公演に多分入ってるから外れるんです。それは入ってたらまあもちろん当たる確率は下がっちゃうので、ちょっとよろしくお願いしますって感じなんですけど、来月はいつ公演に出るかまだ分かんないので。そうそうなんですよ。大晦日来る。おー、なんかさ、皆さん外れるって言われるから、私的にはみんな当たってほしいんですけど、おかげで明日の予定ないくれました。あれ、ちょっとそれはいいお休み期間ということで、皆さん外れた方は年末年始なのでゆっくりしてください。ぜひ、まあ明日の公演なのでちょっと髪の毛切りたい。ここ伸びたので切りたい。よいしょ。まあ投げ控えることも大事ですよ、もちろん大事な時期なのでね。じゃあ次30位まで読もう一旦。オッケー、30位まで読みますね。急にあ、ちゃんとコメントは読んでるのでたくさん送ってください。はい、49位、与田友さん、ありがとうございます。よし、48位、立山アットマークゆきたんさん、ありがとうございます。47位、ザクマーク5さん、ありがとうございます。サンリオがキララが好きですね、ゆきりんさんと一緒。これが6ってこと？ 6 ってことで合ってる？ 6 ですか？これ 3？ これ3か。ん？ 3？ 6 だよね。あれ 3？ え、あれだね、1の次に2だったら3？これ3、6、3ですかね。3ですかね。あ、これね、多分紙の問題で赤くなってる。3ですか、これ。ちょっと一回、6だよね。あ、4か。やばい。ローマ字で、何？ギリシャ数字だっけ、これ。忘れちゃった。あ、ローマ数字だわ。ローマ数字は、中学生の頃によくやってた、よく慣れてたんですけど忘れました。あ、やっぱり間違えてた。ショックです。以上でした。はい、46位、ザックマーク4さん、ありがとうございます。いや本当にね、皆さん何も見ずに答えられますかって感じです。45位、ムムさん、ありがとうございます。44位、タルタルさん、ありがとうございます。左はマイナスする、右は足す。おお、勉強になったね。勉強になったよということにしとくけど、やばい、明日公演なのにこんなに伸びてる、やだな。ん？今タルタルさん読んだよね。
あ、あったあったあった。これが6ですね。43位、ザクマーク6さん、ありがとうございます。こんばんは。お、昼公演に来てくれる人おる。42位、のりさん、ありがとうございます。今日チーク塗りました。ここら辺チーク塗ってるんですけど、あんま見えてないよね。なんかシーグラムってやつ使ってる。41位、ゆきお疲れ様さん、ありがとうございます。ごめんね。40位、矢野たけしさん、ありがとうございます。そう、私8しか出してなかった割には頑張ったでしょ。はい、39位、ベリアルさん、ありがとうございます。次、38位、ザク、ハッシュタグ突破隊さん、ありがとうございます。チャキさんね。続いて37位、ひろきさん、ありがとうございます。そう、私は1ヶ月ドボンしかしてなかった。あの月なんかでも1ヶ月早かったんです。1ヶ月早かったの。そう、1ヶ月めっちゃ早くてびっくりしちゃったよ。私がね。37位、読んだ。36位、まるみりゅうすけさん、ありがとうございます。ドボンしかしてないは嘘だけど、その勢いだったっていうね。35位、たくまさん、ありがとうございます。だってさ、ドボンの月学校行って、まあ学校がちょっと忙しかった時期なので、学校行って何してた？リハ？何のリハしてた？何のリハしてたんだろう。私何してた？私何してたんだろう。11月、あ、卒業公演とかね。オカリナさんの卒業公演でめぐみんさんがドボンしてたわ。なんかノリノリでめぐみんパンチ出してた。シュタンプで。懐かしい。ああ、そうね。公演して。いろいろありましたね。花屋敷見てたね。そう、花屋敷の時はできなかったから全然。そうなんですよ。めぐみんさんがあやみんさんので、自分でセットしてた。セットして楽しんでたのを覚えて。35位、 OK。 ん？待って、34位がないんだけど、ちょっと待って。寝ぼけてたんかな。私めっちゃ34位とか書いた記憶あるよ。ちょっと待って、もう一回書きますね。さすがにちょっと35位から1個飛んでる。初めてよ、それは。あれ、消えた。34位ということで書きます。ちょっとすいません、本当にこれ初めて。これは1枚だけだから許してほしい。なんか3回ぐらい書き直した人もいるの。34位、すいません。34位、ゆきくんさん、ありがとうございます。はい、さて、はい、続いて33位、真摯な羊さん、ありがとうございます。はい、32位、リリヒトさん、ありがとうございます。
次、31位、やんちゃんさん、ありがとうございます。はい、30位、コバーンさん、ありがとうございます。さて、30位まで読みました。なので1回外します。さあ、って、じゃあまた5分後にやっていいですか。あと30人ですね。5分後にやるので、はい、なんかどうぞ、なんかどうぞとか言って、こんばんは。メントエリちゃん似てないからね、本当に。なんかさ、お話し会でじゃない、握手会でも私の真似してたらしくて、なんかちょっと似てたけど誇張してたってファンの人が言ってていや、そうだよなとか思って、あ、ありがとうございます。キャン待ち祈ります。9位からコメントあるかな。そうね、でも私あのお会いしたことない方もいるんですよね。自分に何かこう、お疲れ様でしたって、そう、自分とあの3人ぐらい書いてないんですよね。こんばんは。お、こんばんは。いや、モノマネって膨張だよね、本当に。覚えるのは得意なんですけど、名前と一致するかって言われたら、なんかすぐには出てこない。いや、なんかさ、似てないんですけどね。誇張か。今あのめっちゃぼーっとしてた。あの誇張の意味も知ってるし、膨張の意味も知ってるし、確かに膨張させちゃよくないなって今思った。そう、本当にあの自分を褒めようと思う。よく頑張った1ヶ月って思いながら今生きてます。え、なんかさ、たまーにしか、本当にたまーにしか会わない、例えばあの同級生とかいるじゃん、ふとしたら名前が出てこないんですよ。もうこの年でとか突っ込まれそうで怖いわ。え、怖くない？本当に。そう、なんかね、人の名前出てこない。やっぱり仲間じゃん、やっぱ似るのかな私たちって。一番似ちゃいけないけどね。まあ私は言ったことを突っ込まないでくださいね、知ってるから。今日はお礼配信なんですけど、たまに喋ってるので、まあ、たまに会うんですよ、駅とかでね。駅とかで見かけるじゃん、あの帰り際とか、あれ誰だっけってなることもあるんですよ、もちろん。そうなんです。
でもまあ突っ込んじゃいけないのは知ってるんですけど、なんかね面白いじゃん。でもゆなちゃんはゆなちゃん呼びしてるよ。いやごまかさないよ、だって声かけないもん別に。なんか友達との話の会話の中で出てきた時にわかんない。あと芸能人の名前、なんか広告とかに出てる芸能人の方の名前が出てこなくてよく検索してる。まあそれはいいことよ、ちゃんと間違えてないから。そうですね。なんか最近はなんか血色悪く見えてきたからリップ塗っていい？塗っていい？とか聞くけど別に塗るんですよ。やっぱこっちリップ入ってない方だった。あ、いや入ってた。ない方の思い。なんかさ、フリー、早々のフリーレンと薬屋の独り言全部見終わっちゃって、あ、私なんか面白いと思ったやつを 1.25 倍速ぐらいで一気見しちゃうんですよ。なんかさ、もう最新話が待ち遠しいものが増えちゃって、本当に。増えちゃったんですよ、やばいじゃん。え、そんなんやばいと思って焦ってます。私待って、読むのめちゃくちゃ早くない？そう？え、早かった？お手紙が取ってありますよ、もちろん。そう、よく倍速じゃないからね、なんかちょっと早口になるぐらい。なんか私ゆっくり喋ってるのがちょっと無理で、いや無理じゃないんですけど、多分せっかちなんですよね、そういうとこだけね。あ、そう、大型だからってことにしよう。カーンさん、ありがとうございます。なんかみんなさ、何、かわいいアイコンじゃないわ、アバターしてない？いいな、私も欲しい。私は何、一時期さガチャガチャ引けたじゃん。一時期っていうかたまに引けるじゃないですか。あれで引き当てたゆいりさんを使ってる。私はゆいりさん使ってるんですけど、自分のアカウントか、あ、そう、自分のあれも持ってます。自分で作らせていただいたアバターと、そのショールームの用に作っていただいたアバターがあるんですけど、それがめっちゃお気に入りですけど使ってないです。人のショールーム見に行くときにそれ使ってたら気まずいじゃん、あ、もうバレちゃうじゃん、だから嫌ですっていう。え、でも私めっちゃアバター持ってます。そう、私めっちゃアバター持ってるんで、1体しか持ってないんですけど。そう、え、そうなんです。だから皆さん可愛いの使ってて可愛いじゃん。大みそ、大みそかは、まあ、そば食べないかも。みんな可愛いよ、みんな可愛いということにしよう。じゃあ次は20位まで読みますね。だんだんゆっくりしていこう。いい感じに最後ちゃんとドボンもできるように、ちゃんとね電波時計持ってるので。じゃあ読んできますね。はい、29位、翔太さん、ありがとうございます。あれ、タワーをくれた、ありがとう。後で書くよ、ちゃんと持ってるからね。今日はちゃんとちゃんとね、私今日始まる前に一応持ってきたの、これね、スケブン持ってきたから後で書きます。無理だったら書いといて明日でも読みますね。これあれじゃん、今年のやつじゃん。全然書きますよ、皆さんの大事な時間で手に入れたものなんでね。
ちょ時間合わせた方がまあ私の称号を上げてほしいみたいな、そういうとこあるね。続いて28位、あばらさん、ありがとうございます。ちゃんと用意してるんですよ、ちゃんと。明日はもう学校行くぐらいに起きるので、まあなんとかなるかと思ってる。そう、昨日も今日もたくさん寝たので、そう、久しぶりにこんなに寝た。なんかずっと寝てたかも。あ、それは嘘ですけど。信用対応じゃない。もうエリちゃんが変なこと言うからだよ、これ。エリちゃんのせいだからね。はい、27位。しげしげアットマーク大西くんさん、ありがとうございます。そうなんです。うん、ありがとうございます。くま、みさパパさん。豊洲。遠い遠い、なかなかに。26位、とっぺさん、ありがとうございます。でも最近さ、寝すぎたのかさ、まぶたバグって、なんかめっちゃバグってるんですよね。変なところに二重幅での線できちゃって困ってる。はい、25位、藤村俊之さん、ありがとうございます。なんかさ、私別に学校で別にペンでめっちゃ書くことあるから、ペンは慣れて、まあいいや、その話後でしよう。はい、24位、とびゆきたん推しさん、ありがとうございます。二重幅がなんかそんなにむくむんです。そう、むくんじゃうの私、むくみやすくてめっちゃね。だから、あ、かすみとご飯に行ったことありますよ。あ、待って、23位の意を書いてなかった。見て、ほら、意を書いてなかった。だんだんこれが増えるかもしれない。やだ、ジェットストリーム大好きっていうことだけ言っとこう。今日ゆきりんさんのアイシャドウ使いましたよ、ほら。あ、今日はメール一通になりそう。いや、絶対もう一通送るべきなので、ちょっと20位まで送ったら、あの、送りますね、待ってて。23位、高明さん、ありがとうございます。私デフォこれなんでね、別に塩対応にした覚えもないし、エリちゃんのせい。22位、しんさん、ありがとうございます。だってこれ、この前書いたやつ、なんか途中でなくなっちゃって、で違う紙に書いてたんですよ。でもよく考えたら、なんか同じ紙に書いた方が見やすいんじゃないかみたいな、平等なんじゃないかと思ってやめました。だから、あの、何、こういう手帳タイプのやつにめっちゃ途中までランキング書いてあるの。ゆいちは絶対に食べ放題に行くべきではないか、本当ね。21位、みさパパさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。タワーじゃない、クマもありがとうございます。風評被害だよ。はい、20位、せやかてくどうさん、ありがとうございます。さて、20位まで読んだので、次は何時にしようかな。失敗した、破るの最悪。このさ、こういうメモ帳好きなんですよね。前も持ってた。枚数は確認してないよ、そんな元気なかった。握手会は別に塩ではないよ。だ、絶対に風評被害。そう、風評被害です。明日は13時と17時半です。なんか最近公演の時間早いかもね。まあ振り入れとかもあるからかな。何の写真載っければいい？握手会の写真。私、エリナさんの可愛い写真持ってるんですよね。あと、ゆいりさん。そう、最近は、ちょっと。あと、マチャリンさんの可愛い写真も持ってる。送んなきゃ、送んなきゃ。そう、撮ってもらったの、私のスマホを使ってね。でも、一緒に写真撮るの忘れてて、すんごい忘れ方したよね。ショック。エリナさん。まあ、って言って自分の写真送るんですけど、ふふふふとか言って、
水島さんはね、あってあんまり写真撮ってないんだよね、本当に。みんなと写真撮ってない、本当に。そう、みんなと写真撮ってない、最近。本当に全然さ、皆さんと写真撮れてない。そう、マチャリンさんに撮ってもらって、私も撮ってもらったっていうね。撮ってもらってじゃない、マチャリンさんの写真を撮って私も撮ったっていう感じですね。はい、そんな感じでお送りしてます。15分から始めていいですか？遅い？でも11時ぐらいまでショルマするので。日曜日、あ、そうだから、お話し会の日の写真、じゃあ写真じゃない、お話もしたいんですけど、ソララの、ソララとのんちゃんの写真は私が撮りました。感謝してください皆さん。あ、そうだから私はゆりさん、あ、ゆりさんの写真撮ったわ。そのこの前の記念公演、周年かなの時にゆりさんと写真撮れなくて、まあ、なんせテープを貼ってたりとね、あやなさんと TikTok 撮ったりと忙しそうだったので、ちょっと無理だった。なので、ちょっと、あずちゃんとの写真もありますよ。18期ちゃんとの写真も全部あります、全員と。ちなみにね、全員とあるんですけど、載せそびれたし、送りそびれて、なんかだいたいやのろしちゃうからさ。あとメグさんがエリナさんの写真撮ってる状況みたいな写真も持ってるし、私ひななさんが卒業セレモニー行く時の写真も持ってる。なのに2人で写真撮ってないの、なんで。本当に私2人で連絡取ってる時に、え、待って、2人で写真撮り忘れましたよって言って、え、そうじゃんってなって、めちゃ悲しかった。ん、のんちゃんが両手あげてたビリピース、違う、のんちゃんがソララにしがみついてるやつ。そう、そうですよ。あ、そう、私さ TikTok でいつあげようと思って、そう、ま、様子を伺ってるんですよ。様子を伺っててちゃんとね、なんだっけ、あれしたんです。なんだっけ、ちゃんと何時頃に視聴数が上がってとかをめっちゃ見てるんです。私めっちゃ見てるんですよ。やっぱそういうのさ、調べた方がいいじゃん。そういうの見ないとちょっとダメだなと思ったって、そんなこんなって、そう、え、てか今日めっちゃ月綺麗でしたよね、あのリアルに。なんか意味もないんですけど、あ、私は勉強を教えられません。カスミンとかの方が絶対頭いいよ。これは結構ガチ。そうよ。じゃあ15分に始めますね、次は。なのでなんか皆さん送ってください。え、マジで、マユとさっきちょっといろいろあって電話してたんですよ。そう、いろいろ電話してて、そしたらめっちゃ綺麗でスマホで撮っても伝わらないけど肉眼だと綺麗だよねって話をしてて、2人でね、そう、2人でしてました。マジでめっちゃ綺麗だった、びっくりした。あれはそう、いろいろありました。そうなんですよね。かすみんさん本当に 50m 遅くて、びっくりしちゃって、なんかね、本当にびっくりしたの。遅いっていうのは聞いてたわけで、あ、遅いのかみたいな、まあさすがに10秒ぐらいかなって思ったら11秒みたいな、みたいな、まあ、そんなことある？私でも10秒切ってるし、私でも年々早くなってるんですよ。これでも体力がついたのか知らないけどね、本当にびっくりしちゃった。本当にびっくりしたよね。そんなに遅いことある？本当に
びっくりしちゃいましたよ。え、そう、あんなに煽ってたのに、なんかフラグ回収。私何秒でしたっけ？9秒、なんちゃらなんちゃらでしょ。なんかネモスさんでね、2回目なんですよ、走るの多分。そう、え、そう、17期の JK 組よりね、意外とね、まだいけます。ゆなちゃん早いよね。かすみん面白いよね。本当にね、私たち別に運動できるわけじゃないからさ、考えると、まあまあまあ妥当じゃない。ちょっと待ってね。いた、おったぜ。今年はなんかめっちゃね、早かった、早かった、マジで早かったよね。17期はまあ運動はできないんですけど、それは18期が優秀だからだと思います。そう、待ってね、なんか見つけたやつがない。学力も別に勝てるとは言ってません。私たち、あの、別に勝てるとは言ってない。本当にやっちゃダメ、そういうの。比べちゃダメだから、私たちをね。まあなんか仲間として見てほしい。なんか足して割ったらいい感じみたいな感じで見ててほしいって感じですね。17期内で別に頭良くないんですよね。え、でもかすみん頭いいよ。かすみんとさえちゃんとゆなちゃんかなが頭いいと思う。大学生なんですけど、別にめっちゃ頭いいわけじゃないので、ちょっとやめてほしい。本当に頭いいとか言わないで、みんな。本当に頭良くないからね。むしちゃんは頭良くないかもしれない、わかんない。別に勉強でさ、何やった、戦ったことないからわかんないんだよね。かすみんは頭いい、あずちゃんはちょっとおバカかもしれない。みんな頭いいんだよね。私別にもう頭良くなる要素ないからさ。そう、頭いいよあの子。
ハズちゃん。ね。いやー別にねー、頭がいいから大学に行ってるかって言われたら別にそういうわけじゃないじゃん。やっぱりまあもちろんね、そう理系ではないからさ、理系の人は頭いいイメージあるかも。だから何、一般常識を知りたいっていう、なんか一般常識をなんか何、なんか世の中普通に生きてたら身につくじゃないですか。そうね、そうなんですよ。え、わかります？このいや、そうだから理系の人ってすごくない？え、本当に思うんだけど。あ、待って読もうね。じゃあ10位まで読みますね。はい、急に始めます。19位大好き165cm さん、ありがとうございます。でもみんなさん頭良くないですか？割となんかそんな雰囲気醸し出してる人いるよ。ってイメージもあるけど育ちの良さ、そんなに育ちがいいのか。18位、穏やかじゃないわねさん、ありがとうございます。まあもちろん、まあ、勉強が全てじゃないのでね。17位、豆太郎さん、ありがとうございます。見えてなかったら言ってくださいね先に。15位、ゆきたんを支えたいさん、ありがとうございます。だから大学生全員が頭いいかって言われたらそうじゃないじゃん。そういうことよ。まあ、一般常識ぐらいはありますよもちろん。14位、新17さん、ありがとうございます。そう別に、まあ、頭の良さが全てではないので、ちょっとそういうマインドで生きてるつもり。13位、ピンプルさん、ありがとうございます。なんかさ、NMB の方かな、 YouTube やってる方でさ、高校生かなの子がなんかコンサートの期間のさ8日間みたいなのをさまとめてたんですよ YouTube でね。それ見て、高校生なのに偉いと思ったけど、よく考えて私もその私と同じ感じだったなと思って。まあさすがにね、あの夜更かしはしないようにはしてるんですけど、でも気持ちは一緒だなって思いました。皆さん偉い、生きてて偉いよって感じですすんごい大げさですけど。12位、黒 996T さん、ありがとうございます。はい、次11位、モリリンさん、ありがとうございます。次10位、ここまでは読みました。10位、キンキンなぎさのイメージさん、ありがとうございます。はい、じゃあ次はファンからやりますね。最後のブロックです。YouTube はしません、絶対に。あ、絶対にではないけど、絶対にもないし、嘘、何、絶対にが確証があるかと言われたらないけど、やるとは言ってないし、やらないとも言ってないし、期待しないでとだけ言っとく。みんなやるならみんなでやれた方がなんかさ、研究生で YouTube Vlog とかしたくない、みんなでフェスの日のさ、 Get Ready With Me あんじゃん、あれやりたい、みんなでめっちゃ楽屋でさ流して、なんか楽屋のメイク中のやつをなんかさやったりさしたら面白そうじゃない。ゆいちのケータリングの爆食い具合を見せてあげたい。最近はないけどね。訓示動くできないけど、ひなちゃんが前やってたわ、なんかレッスン上で急に。
そう SNS さもう多いんですよ。一言でまとめたら多いんです。エビはめっちゃ食べてた本当に。えなんかじゃあエビ3でみたいな、ん ?3? みたいなね。私はそんな喋ってないです。ちなみに言うと喋ってないんですよそんなにね。そう、そんなに喋ってないんですよ。そうマジでエビばっかだった。びっくりだったよマジで。あれは見てほしい。えなんかねマジでびっくりした。こんばんは。なんかあります？他に質問。なんかゆいちのエビ話しかしてない気がするじゃん。エビは回転寿司でたまに食べます。たまに食べます。カニが美味しかった。めっちゃカニが美味しくてカニ好きになった。まあ、好きなんですけどね元から。カニはめっちゃ好き。まあ今ある SNS はまあ減らしもしないし増やしもしないんですけど多分当分。え、サーモンめっちゃ食べてる時期はなかったかも。あんまりないかもしれない。そうでしょ。なんかさ今月のランキングにもさ、何カキカキしてる人が入ってて嬉しいですね。お菓子はハマってないかもしれない。私はハマってないかもね。何がハマったかと言われると、そうね、好きなお寿司は白身系が好き。白身系？白い。ハマチとかブリとか。白身かな。なんかあんまり重たいのはそんな得意じゃないです。それはまあ体質の問題なので、あの年とか言わないでください。みんなすぐ年とか言うからね。みんなすぐ言うからよくないよ。ちゃんと口に打つ前に考えてくださいね。それは私に対してじゃなくてみんなに対してです。ヒラメ、まあそういうのは食べますよもちろん。何でも食べるかもしれない。あっさりしてる方がさたくさん食べれるじゃんって思わない？あんまり得意じゃないんですよね。そう、得意じゃありません。
打つとこだった。お、いいんですよ。もうそこで止められたらいいんです。まあ止めなくてもいいんですけど、まあ読まないんで。はっきり言うとね、はっきり言うと読まないので、まあまあまあ読もう、読んでくれそうだなっていう、読んでくれそうだなっていう、あの名前で、名前じゃないわ、コメントでよろしくお願いします。お味噌汁は飲みますよ。だからなんでお寿司の話なんですか。さっきから多分ほぼお寿司の話しかしてない。おいしょ、ちょっと待ってね、まあ、あと5分、あと5分したら言うので、あと5分、なんか全然違う話題にしません。私3日間劇場にいるので、3日間のお弁当何か言うね、みんなに。ウィバースするね。初詣行けるか分かんない。行きたいよ。いや行くか、行くわ、絶対に行く。あ、赤で、これは赤でした。まあいっか。なんかさ、このジェットストリームのペンが好きすぎて、ちょっと詰め替え探しててやっと見つけたんですよ。なんかさ、日本入りが好き。成人式の振り袖か。まあ前撮りはしてるんで。でもさ、去年なんだよね。去年っていうか今年か。今年の4月とかに撮ってからさ、もうね、もうちょっと顔痩せてる時に撮ってほしかった、自分。そう。初日の出行ってる元気ないと思う、多分。え、だって絶対ないでしょ、私。だって、多分元旦公演してる、するから、元旦公演って考えると無理だよね。丸撮りの写真さ、載せそびれたからもう一生載せよ、載せなくていいかなとか考え始めてる、もはや。なんか元旦のツイートは別にさ、元旦公演の時の写真でいいじゃんってなってる。でも誕生日に載せるなら遅いのよ。そうね、まあ、あんまり初日の出は見ないか、見る予定ないかな。皆さんはあるんですか。逆に1月8日はだってさ、普通に AKB の方の成人式の写真があるから、別に自分の振り袖姿もう1個いらないじゃんっていうね。だから爪切りって言わないの、みんな。そうなんです。あ、まあ分かんない人は言わないでください。内緒、内緒で。え、成人式来るんですか。なんか成人式行くって人ね、やっと4人ぐらい見つけたの。別に私全員私の班ってわけじゃないんだけどね。外れました。そう、皆さん外れてる、知ってます。元旦公演外れた方も知ってます。いや、みんな外れてるんだよな、意外と。まあそれはね、誰かが当たったら誰かが外れるんですけど。こんばんは。
なんかさ、ちょっと色がなさすぎて貧相すぎてちょっと増やしてる。今するなよって話じゃん。もちろん寝ぼけてたもんで。でもさ、1月13、13、14はオンラインお話し会なので、その時にぜひその話とか何でもしんでしましょう。1月の話、私1月何しよっかな。いい件もあるし、フェスもあるし、雪合戦？雪降らないじゃん絶対。なんかさ、このそう、なんかお友達に会った時にね、なんか私たちの大学受験のシーズンぐらいにね、雪が降った日がそういえばあったんですよ。そんなような話をしてて、あ、確かに降ったなと思って、私も雪に刺したなんかいろいろ刺して写真撮ってた、おもろいから。なんかそのクロスさんに何書けばいいかわからない。別に書かなくていいかもしれないしけどさ、ね、なんて書けばいいの。なんか書きますね。日頃ただの日頃の感謝でいい？ああ、赤で書いちゃった。赤で書いたのは隠蔽します。隠蔽しないで、本当に。よいしょ、待ってねー。なんかさ、思ったより字ちっちゃいかもしれない。そう、字ちっちゃいかもしれない。あ、イヤホン向こうだわ。カラオケしようと思った。撮るか、後で撮ろう。まだいける。はい、いいですか？良くないですか？良くないわけはないんですけど、9位の方から読みたいんですけど、まあ果たしているかと言われたらない、いないかもしれないじゃん。どうしようかな。よく考えたらこのスマホさ、 SE だから、そう SE だからあれなんですよ。イヤホンジャックが普通のやつなんですよね。てか何でもいいんですけど、なんか最近さ、髪の毛ちゃんとヘアオイルをつけて乾かしてるからなのか、ちゃんと保湿してから乾かしてるから、まあ今日はヘアオイルもつけたんですけどね、なんか調子が良くて、調子が良くて嬉しいんです。
ランキング終わったらちょっとだけカラオケします。ちょっとだけね。そうだから髪がいい感じなんです。あ、私も新衣装着たいな。ピンクのやつ私も着たい。え、いいんですか？もう読んで。髪がトゥルトゥルです。よかった。どうぞ。本当に？じゃあ読みますよ。唐揚げ何を歌うの？いやそれな。何を歌うかな。さて、さて、これ剥がしたい。こんばんは。これさ、剥がしたいけど無理かもしれん。ちょっとピロピロしてる。ほら、上がね。よし。なんか分量違うとかそういう突っ込まれ方しそうで怖いんですけど、ちょっと本当に感謝の気持ちは伝わってるといいなと思いながらやりますね。はい、見える？見えるかな。タナさん、キュンイありがとうございます。ね、ドボンの時からたくさんアドバイスくれたり、たくさんねプラスなことを言ってくれて本当に嬉しかったです。1ヶ月本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。まあいらっしゃるか分かんないですけど、ちょっと絶対にいないと思う。かすみんのファンの方ね。はい、ちょっとかすみんには後で個人でこれ写真写メ送ります。かすみん、9位は、8位はカスミンでした。張り合ってました。狙いをあの子。スピーナーさん、1ヶ月本当にありがとうございました。なんか本当にね、私皆さんと対戦する機会多かったんですけど、やっぱり上位のランキングの方とめっちゃ対戦してて、本当にいてくれて嬉しかったです。私のカードを使ってくれて本当にありがとうございます。ありがとうございました。もうあのデジタルデトックスしてほしいぐらい皆さんには休んでほしい。はい、クロスさん、ドボンコンサート頑張りましょう。ありがとうございました。1ヶ月って気持ちです。私からの気持ちです。以上です。はい、マジでクロスさんがレベチで会いました。何時にやっても会いました。はい、次5位 ART さん、ありがとうございました。なんかいつもね、私の上位のランキングの上位にいらっしゃってて、そう、めっちゃ出会う遭遇率 99% ぐらいにいるんですよ。だからめっちゃ嬉しかったです。いつもやってくださってて、こうしてイベントの時もいてくださってありがとうございます。ピナさん、あーそうなんですね。でもめっちゃ会いましたよ私。ありがとうございました。今月もよろしくお願いします。100人ありがとうございます。皆さん、4位マテンラーの修行さん、そう、この方もいつも私のランキングにいてくださる方なんですけど、1ヶ月ね本当に長かったんですけど、まあ、あっという間でした。そして結構会いました。ありがとうございます。そう、これからもよろしくお願いします。次、
キウちゃんさん、カスミン推しの方。そう、私のカードを私を一押しに設定してから5000回ぐらい、こう何11月後半かなから始めてくださったのに、めっちゃやってくださってて、すんごいたくさん頑張りが伝わってきて、本当に推しに一筋なんだなって気持ちが伝わりました。本当にありがとうございました。パラダイスめっちゃキラキラ光ってた。パラダイスがありがとうございます。本当にびっくりした。なんかスクショを上げててくださってて、パラダイス、みんなのパラダイスめっちゃ光ってんの。本当にやってみ、一回水飲もう。ちゃんと水持ってきたからね。次、私、皆さんお疲れ様でしたの2位。私は2位でしたよ。はい、続いて最後1位、ミサさん。そう、私めっちゃね、めっちゃ最初ずっと1位だから、もうこのまま1位かなって思ってたんですよ。そしたら急になんかすごいたくさん頑張ってくださって、張り合ってくださって、抜かされてずっと1位を死守してくださって、本当にね一瞬で抜かされて、私もねめっちゃ抜かそうと思って頑張ってたんですけど、まあそれの願いは叶わずだったんですけど、とっても嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。1ヶ月ありがとうございました。本当に はい、そんな感じでドボンをしました。さて、私はイヤホンを取りたい。そう、私もねびっくりしたんですよ。そう、びっくりしたんですけど、びっくりしましたよ、もちろん。こんばんは。そう、めっちゃびっくりしました。なんかなんで、もう私もね結構頑張ってて、皆さんも結構頑張ってくださってたからこそ、そうありがたかったですね。はい、そう、コンサートでもまだセットリストも言われてないので、まだいつリハが始まるかも分かってないので、ちょっと待っててください。本当にね、たけしさん、ありがとうございます。くま、あ、あれを書こう、忘れないうちに書こう。あ、でもペン、あ、なんかさっきまでさ黒あったのに、あ、なるわ、青で書こう。あ、そう、まだ多分瀬取り決めてくれてる時なんだよね。そう、これ何タワー、何タワーか教えてください。ドボンライブ来る、お、ありがとうございます、嬉しいよ。行くとしたわね、行くとし、今日って29だよね、29。どうやって書いてたか忘れちゃったよ。顔が赤いんじゃなくてチークですからね。なんで顔が、なんかさ、皆さん、あのチークをちょっと塗っただけで顔が赤い判定はね、それはね、あのチーク成功してることだからね。よろしく。難しいよねメイクって、知ってるよ。みんな面白い、その感性私にはないから、ね、面白いって思ってるから大丈夫。普通にチーク塗ったら赤くなるもんよ。もう一回塗ってみてほしい、本当に。
塗ったことないだろうけど、暖房は別に熱くはないんですけど、なんか質素じゃないように頑張った。今ちゃんと装飾をめっちゃ頑張ってる。なうそんなに期待しないでね。よし、はい、翔太さん、リクトシータワーありがとうございます。ありがとうございます。 OK ですか。ありがとうございます。スクショ間に合いましたか。 OK。 まあチークはもちろん皆さん塗らないと思いますけど、あ、これめっちゃアイシャドウにさ、アイシャドウで汚れてる、恥ずかしい。なんか一回ね、めっちゃアイシャドウが割れちゃって、メイクポーチにぶちまけたんですけど、メイクポーチってか紙袋か。ラメはまぶたに塗ってる。あ、伝わるかな、ほら見て、目めっちゃかっぴらいてるけど、犬です。これはキラキラしてるでしょ。さてイヤホンを取るか。なんかさ、このスマホのスタンドがちょっと倒れやすくて困ってる。下まぶたは違うラメ塗ってる。なんか友達にもらった、なんだっけあれ、クリオのプリズムなんちらなんちらみたいなやつね。プリズムいやなんちらなんちらみたいな。ありがとうございます、大石様。取ってこよう、取ってこようってか、これ斜めにするんですけど、いや、これを一回外せばいいのか。壁につけてるとさ、怖いんだよね。色白ではない、これ多分ね、白いから、でもこれこんぐらいが普通じゃない。なんかいいもの見つけてきた、いいものを見つけてきたよ。あ、いいものとは、これ違う、これ違う、見せちゃダメなやつ。さて、あ、ちょっとより引き、より引き、あ中引きと中しかない、この真ん中しかない、こんな感じです。この2枚だけ見せてあげる。大丸さんの初売りで売ってるので、ぜひゲットしてください。あそこでしかもらえ買えないので。でも多分さ、個数制限とか1日ごとにあるんじゃない、なのでぜひ並んでください。絶対手に入れてね。これ刺せるかな。なら最強ツインテール歌えばいいんじゃない。なんか思い浮かんだの、それしかない。フラゲしました。でも思いつきだから、うまいですかね。うまいと思います。私も待って、明日の写真撮影のタイミングちょっと今読んでいい、忘れないようにする。うーん、一番、うん、ちょっと今 MC 考えてる。あ、オッケーオッケー。
思い浮かばないからちょっとゆっくり考えようっと。じゃあ最強ツインテール踊りません。なんかいつあれだね、武道館から披露してないのかな。うん、いや私はお題言わないよ、もちろん言わないけど、これさせないっけ。ちょっと待って、予想外予想外。インスタのコメント読んでますよ、もちろん。あれ、これさせないっけ。ちょっと無理かもしれない、歌うの。一回外していい、これケース。これさせないっけ。確かにさせない記憶もあったけど、やばいやばい、このスマホさマジで壊れそうなんですよ。メキメキ言うの怖いんだけど。今持ってるさスマホ、スマホっていうか、いやいや、ちょっとスマホケースが外せない。外れた。え、これささせないっけ。え、させないじゃん。何を言ってたんだろう私。変換フラグ今ないんだよね。ちょっとどうしようかな。変換フラグもないし、なんか普通のねイヤホンねないんです今。どうしよう。そのまま歌ったらさ聞こえないじゃん。3秒ぐらい考えてる今。なんでさせないの。変換プラグか。プラグもフラグ、あ、フラグは立てちゃダメ、フラグは立てちゃダメなやつね。なんかアカペラ、いや取ってくるのめんどくさいんだよね。どうしよう、流してアカペラだとダメ。あ、これの一個前のスマホまでか対応してるのね。ショックなんだけど。上にあるかな、取ってこようかな。一回連絡してみるね。一回連絡してみる。ああ、隣に聞いた。あ、ありました。いいよそのままで、いいよ。どうも、出てきました。やったー。待って、あ、取れた。これ新品、新品なのでは。で歌ってランキング読んで終わりますね。姉妹じゃないです、ちなみに。姉ではないです、父です。父です、ちなみに。くださった、連絡する前。姉ではないです、ちなみに。全員すぐ言うから、みんな。よいしょ。お、いけたんじゃない。カラオケ、一番だけでいいですか。時間が、時間的に。え、これってあるっけ。あ、ないわ。最強ツインテールってないの。うんか、かきくこさささあれ。なんで最強ツインテールないのにさ
最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろう。最後の制服、最後のドア、桜色の空の下。え、本当にない？さよ、ないんだけど。え？予想外。ちょっと一回落ち着こう私。一回、なかったんだけど。ないねー。さっきユリさんもなんかさ、なかったよね。んー、じゃあ違うのにしよっかな。なんかさ、多分最近の曲が入ってないってこと？シングルしか。何にしようかな。履歴。前から入ってない。知らなかった。ちょっといつもあのカラオケルームでやってるからかな。何にしようかな。ハートの脱出ゲームがいい個人的見解いいですか。走れペンギンはチーム4さんの曲どう。別に特に意味はないんですけど、走れペンギンじゃダメいいですか。もう走れペンギンにするね。1番しか歌わないけど、走れペンギン。ちょうどさ1年ぐらい前にやったからさ、やりたい。そろそろ衣装さ、めっちゃあのコンサート版の衣装めっちゃ着てみたいんですって話もこの前ミユとしてて、まあ別にドモンのやつで送ってないんですけど、あの衣装着たいよねって話した。間違えちゃった。ちょっと久しぶりすぎたかもしれない。すいません。この曲めっちゃ好きなんですよね。待って。まあちょっとじゃあ分かった。次ランキングが変わるのが多分2分なんですよ。2分になったらランキングを読むので、あと1曲だけ、1曲だけちょっとワンハーフやる。ワンハーフじゃないわ。サビまでやるね。どうしよう。何にしようかな。何にしようかな。
どうしようかな。何がいいかな。全然決まらない。コンサートの瀬戸に見る。2日目じゃない、3日目。1日目。あるかな。あの夏の防波堤でいいや。3秒で決まった。よく見たらいいですか、いいですか、あの夏の防波堤で。まあ緊急政局なので、まあ夏に向けてということで。まあいっか。ランキング変わった、なんで。まあいっか。これを読んだら、歌ったらやります。こんな感じでございました。ありがとうございました。よし、 OK、 OK じゃないけど、じゃあランキングを読みます。普通にありがとうございましたね。長らくお待たせしてしまいましたが、明日は公演です。公演です。やばい、急いで読まないとダメ。そんなに引き伸ばせない。いや、そんなにすぐ変わんないはず。13位、紳士な羊さん、ありがとうございます。12位、大助165センチさん、ありがとうございます。11位、あゆちゃん、ありがとうございます。10位、食パンさん、ありがとうございます。9位、にゃんほそさん、ありがとうございます。8位、イドラちゃん、ありがとうございます。7位、モリリンさん、ありがとうございます。はい、6位、ひろきさん、ありがとうございます。5位、しんさん、ありがとうございます。4位、みさぱぱさん、ありがとうございます。3位、スイカの種さん、ありがとうございます。2位、矢野たけしさん、ありがとうございます。そして1位、しょたさん、ありがとうございました。はい、そんな感じでドボン、ドボンお疲れ様でしたということで、またちょっとドボンはできなかったので明日は公演あるのでやります。公演の時にやりますね。そういう感じで生きていこうと思います。よろしくお願いします。2023年残りわずかですけど、よろしくお願いします。おやすみ。
書タイムでもしとこう。あんまり漏れてないけどね。そんな感じです。ありがとうございました。なんかスクショしてたらお友達とかにはあげてください。来れなかったって方にお願いします。お願いします。ありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。バイバーイ。年内にまだショールームは多分すると思う。しなかったらごめんね。多分する。ゆゆゆさんありがとう。バイバーイ。3日連続劇場にいるので当たった方はぜひ、あとオンデマでぜひ。バイバーイ。